ご存知でしたか？後を絶たないたくさんの漂着物のおよそ8割が山や川の草木や町からのゴミだってこと。山や川をきれいにしてポイ捨てもしない。そうすることで海岸もきれいになるんだ。海岸は私たちの社会と暮らしを映し出すから、みんなで考えよう。海岸のゴミを減らすためにできること、守ろう私たちの海岸。